まず4本の紐をまっすぐ並べたら、中心の2本の紐の左側の紐を右側の紐の上に重ねます。次は一番右側の紐を1つ内側の紐の上に重ねます。次は一番左側の紐を内側2本の紐の上に重ねます。これで一つ結び目ができました。また一番右側の紐を一つ内側の紐の上に重ねて、次は一番左側の紐を内側2本の紐の上に重ねます。その都度しっかりと結び目を引き締めていきます。この後も同じように繰り返していきます。一番右側の紐を一つ内側の紐に重ねて、次は一番左側の紐を内側2本の紐の上に重ねます。しっかり引き締めていきます。一番右側の紐は内側1本だけに重ねて、左側の紐は内側2本の紐に重ねてと、これをずっと同じようにお好みの長さになるまで繰り返していきます。しばらく編んでいくと、このように矢羽の模様がきれいに見えてきます。次は紐を2色で編んでみます。真ん中2本が同じ色、両側2本が同じ色というふうに並べてください。まず真ん中2本の紐のうち、左側の紐を右側の紐の上に重ねます。この後は一番右側の紐が1つ内側の紐の上、一番左の紐が内側2本の紐の上と、その都度しっかり引き締めて、このようにしてどんどん編み進めていきます。はい、紐を2色で編み進めるとこのような感じになりました。色が交互で出てくるので、4色の時と比べて矢羽模様をはっきりと見ることができます。使う色の組み合わせで雰囲気の違う仕上がりになってきます。紐4本を使った編み方では、別の動画で四つ編みや四つ組みの編み方をご紹介していますが、それらの編み方とはまた違った雰囲気の仕上がりになっています。この矢羽模様ができる平四つ編みはとても簡単に編むことができます。ミサンガなどのアクセサリーにも合いますし、ぜひいろいろと活用してみてください。